Welcome to シリーチャンネル。どうも、シリーです。いかがお過ごしでしょうか。はい。本日は、モンスタークエスト、じゃない、モンスターストライク。クエスト、よくタイトル間違える。の、何やるか。そう、スラッシュ戦ですね。前から言ってましたけども、スラッシュ、今スラッシュが来てるんで、スラッシュ狙おうと。まあ、究極はね、まだまだ、私の中では無理で、ハードルがなんかあるんで、50消費だしね、35の極で極めで、なんとかやる。で、編成を考えていて、まあ、なんか地雷が多いという話なので、どうしようかな、みたいな。困っちゃうよね。まあ、ちょっと、あれだよね、合わないんで、まあ、地雷対策にこの子。ね、地雷塾のね、なんだっけこれ。火力だいぶ落ちちゃうんだけどね、この子、火力を低いのがね、ネックではあるんですが、モーツァルトですね。レベルマックスでもこの1万とか低めなんですよね。その代わりまあ、マインスイーパー持ってて、こいつ飛行でしょ、ドラえもん飛行で、ただこの子は、トニーちゃん、モンストクローバーはそうじゃないんで、まあ、メインを変える必要があるのかなっていう感じですね。どれにするっていう、マインスイーパー持ってんの他にいねえしな。飛行とか。フレイヤー。フレイヤーだとちょっと、悩ましいよね。で、火力が落ちすぎちゃう。アンチ重力でしょ。まあ、ある中で戦わなきゃいけないんですよ。たくさんあるわけじゃないんでね。だからどっかで、まあ、マインス、まあ、一機ぐらいは、あってもいくら食らうけど、ね、アンチダメージ王でしょ。ビットンブレーカー、アンチは影沢ちゃんはね、結構昔から最初に使ってた機体が思い入れがあるで、どっかでまたちょこちょこ使ってあげたいという感じのキャラ。どうすかね、フレイヤちゃん。今育てる。飛行ビットンブレーカー。まさにフレイヤーがいいんですけど。まあ、今回なしでフレイヤー、こっからさらに、レベル70まで持っていかなきゃいけないので、まあ、ちょっとそれはなしで、そんな余裕はないので、じゃあ、まあ、多少ですけど、まあ、トニーちゃんを連れて、モンストクローバーね。まあ、大丈夫でしょ。なんとかなるでしょ。貫通が一人で、ハンドを。じゃあ行きましょうかね。だよね、大丈夫だよね。これスラッシュやってませんでしたみたいな。ダメじゃんみたいな。あ、来た。痛いでしょ、今痛いでしょ。みんな一瞬だったけど。ほら、神に選ばれし覇王。究極はちょっと残念なんで、こっちで。一回そう、使って。じゃあどれがいいかなっていう感じですね。フレンドの皆様のお力をお借りします。これはアンチダメージじゃないんだな。結構ね、地雷がボコボコ出たんですよ。で、その地雷にダメージを食らって、結局、オーブ使って、前回はクリアしたけど、結局出なかったっていうのがあって。エビルインライトはね、なんだかんだでクリアしたんだけど出なかった。闇属、あ、これ良さそうだな。闇属性でしょ、スラッシュって。パワー型。いやまあ、地雷ですけど。あ、クシナダたちが、あ、地雷、マインスイーパー、来ました。クシナダさん、マインスイーパーじゃないですか。クシナダさんですね。確定。来ました、素晴らしい。ありがとうございます。感謝感激でございます。ちょっともうフレンドワークいっぱいでして、さすがにもうこれ以上はなんですけれども、助かっております。ありがとうございます。さあ、行くぞ。ゾンビということなので、
ほらね、地雷たくさん出てくるんですよ、ここ。どうしようかね。櫛などを引っ掛けて行った方がいいよね。やはりいいね、プラズーマは復活させようって。でここでマインスイーパー持ってんで、おら攻撃がカッパだぞー。マインスイーパーはこの地雷をね踏むと火力が上がるという。いいっすね、いいっすね、いいんじゃない、いい感じだ、いい感じだ。これもう一回ちゃう、いや、ここでスピードクリア目指さなきゃいけないんでね。ここの辺で、SS ショットを貯めるっていう。これゾンビ潰しといた方がいいね。そう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 、ゾンビをしょっぱな、いいとこにいたね、トニーちゃん、さすがトニーちゃん。で、リドラシリーズか、うぅいいね、お、食っちゃうよ。地雷なんぞの、いて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 、リードラ痛えな、やっぱやべ、これちょっと避けつつ、避けるの優先でこっちへ逃げましょう。あ、踏んじゃった。よしよし、あとはボスだけ。あー、ボスだけじゃない、痛え。攻撃がアップ。さてどうしたもんでしょうね。こっちかな。よしよしよし、いい感じ。これは横だね。こうですな。そうすることで地雷も食らわない。あ、食らった、アホや、失敗した。うわ、来た、痛い。さあ、ここであれを取っても終わりだね。よし、ボス戦まだもう一回あるのか。ちょっと満身創痍感が、あ、やった、ありがとう、ボーナスステージ、さっさと終わらせよう。そうすることで体力回復をねしましょう。ね、これで体力回復結構ガツッとしてきましたよ、ボス戦。悩ましいね。考えなきゃいけない。ゾンビちゃんを倒した方がいいよっていう話なんで。こうかな？ほらほら、ドラえもんパワー！ドラえもんパワー！あ、これいい場所でね、この右下は。素晴らしいですね。クッシー。クッシー行っちゃって、あー、失敗した、何やってんすか。うおー、痛い、1万ダメージ。あー、ちょっとこれ失敗だわ。
いいとこに出ますね。はい。まだだ、まだ終わらんよ。で回復回答も取りつつ、オッケー。あと7ターンでボスをぶっ倒す。いくぜ。スラッシュ。お前の首はいただいた。これ串なす使った方がいいかな。いやだけど弱点の方いっちゃうね。よっしゃ行くぜ。素晴らしい。お、弱点がしかも目の前に来た。やったね。行くぜ。串なす使いたいところだけども、行くぜ。ドラえもんパワー！あ、これまだボスじゃなかった。2ターン目だった。まあいいや。結果 OK。結果論的には OK じゃね？すぐ処理できたし、ボスを。まだもう一回あったわ。ゲージをよく見てなかった。いいんです。結果論ですけど、いいんです。あと3タワー、3タワー、3ターンは無理だな。場所が仕方ない。もうあと1ターンは無理なんで、そこは諦めつつ、残念ですな。失敗しました。スピードクリア狙ったんです。ちょっとスピードクリアはならず、まあ、でもクリアいけっしょ。よっしゃ来た。味方動かしいきますよ。レッツゴー。これでここでカンカン狙って、あ、ゲージ忘れた。まあいいわ。まあ、だけど大丈夫でしょう。おしおし、いけいけいけ。あれはさすが、串灘様ですね。出るかな。スピードクリアしないと出ないだろうね。惜しい。ノーコンでいけましたけどね。徐々にノーコンっていうのが増えてきたでしょ。いや、素晴らしいですね。強くなってきました。はい。あー、来ない。だ、今回はね、スラッシュね、3枚必要だから、少なくとも1枚は絶対当てますけど、まあ今回は今回です。次ちょっとどうしようかな。もうオーブ使おうかな。いや、もうだけど2、3時間しかないからね。そんな感じでございました。今回はスラッシュ戦。いや、いいですね、極め。あー、だけど出ないね。前回も出なかったんだけど、なかなか極めだと出るときと出ないときがあるようです。そんな感じでございました。それではですね、残念でした。また次回、チャレンジしていければなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。シルビーでした。